こっちこっち。よく見てろよ。見えんねっつの。いいぞ。はい。圧倒的な光景だった。見た目は少し怖かったけど、なんていうのかな、不思議な優しさみたいなものが俺にも伝わってきたんだ。ただただ指出されただけっていう。そうそう、初めて話をしたのは夜になってからだった。俺には分かってなかったけど、あれは特別な夜だったんだよな。あのちょっと1分1秒全てが尊かったんだよね。チームのみんなに紹介だ。今度の大会にどうしても出たいってんでチームに入れることになった。立場ちょっと記憶がねじ曲がってるから変なこと言うかもしれないが気にするな。俺挨拶。よろしくな、みんな。で、大会の目標は？精一杯頑張る！俺たちの目標は変わった！目標は、優勝だ！クリスタルの優勝カップをこの島に持ち帰る！出る試合には全部勝つ！よそのチームは全部倒す！そうすりゃ優勝できる！簡単なもんだ！優勝だ！なんもない。起きて破り目。召喚師様に近づくでない。いけないんです。ユーナ様、いかんぞ。でも元はといえば私のせいですから。ユーナです。さっきはありがとうございました。え、ああ、助けに行ったことか。でもさ、あれまずかったんだろ。俺、余計なことしちゃったよな。いいの、私が未熟だったから。あのさ、召喚獣見たぞ。すごかった。本当？私、大召喚士になれると思う？ユーナ様、もっとお話ししようよ。じゃあ、また明日。明日って？明日は同じ船で出発でしょ？あ、そうなの？お話、できるよね？うん！
ザナルカンドのこと聞かせてね。可愛いだろ。うん好きになるなよ。そんなの約束できないね。向こうが俺のこと好きになったらどうするよ。そんなことにはならない。眠くなってきたら俺に言え。寝床の用意してやるから。はい、本気でロードにしておこう。ん、休みます。うん、それがいいな。船来ないな。早く来ないとみんなに見つかっちゃうね。本当にいいのか。ザナルカンドに連れてって。こらー、あたしと旅するって言ったのに。あれはユーナを好きになるなって言われたくせに。そっか。そう、だから私と行くの。なーにやってんだ、ガキのくせに女と旅だ。千年早いって。おお、また始まるのかな。泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ。大嫌いだ。聞こえねえな。もっと大きな声で言わないとダメだよ。大嫌いだ。あ？ほら、頑張れ。ほら、頑張れ。大嫌いだ。もう死んでしまったのよ。あの子がチャップに似ているのは認める。私も最初見たとき驚いたわ。でもどれだけ似てたってチャップの代わりにはならない。今はわからないだろうけど、いつだって私の方が正しかったでしょ。でもさ、 あいつだって困ってたし。また言い訳。だってでも聞き飽きたわ。怖いなあ。で、チャップって？俺の弟だ。お前に似てたんだ。死んだ？討伐隊に入ってたけど、去年シンと戦ってやられた。俺がそれを知ったのは大会の日でな。あ、それで俺はガードになってシンと戦うことにした。敵討ちか。そのつもりだったけどな。笑っちゃうよな。弟の敵討ちとブリッツ、どっちが大事だってんだよな。ま、次の大会終わったらガードに専念すっから。そのためにお前を利用してるみたいだけど、悪いな。気にすんなよ。俺だってあんたに頼りっきりだ。あんたに会えて本当に助かってる。いろいろありがとな、ワッカ。照れるからやめれ。うん。さて、旅立ちだ。どうしとくか。
よう、寝坊すけ。お前にやろうと思ってな。すげえ。もらっていいのか？おう、使ってくれ。ティーダの代名詞とも言うべき剣だよね。それ、チャップにあげたやつ。気にすんな。あいつは一度も使わなかった。ユーナ遅いな。ユーナと同じ船なんだろ？先に行ってればいいんじゃないのか？10年前、ユーナはこの村に来た。ブラスカ様のナギ説が始まった年だ。ナギ説？その時から、ユーナは俺とルールーの妹みたいなもんだ。素質があることが分かって、重召喚士になって、そして今日、召喚士として旅立つ。初めから、一緒に旅立ちたいってわけ。荷物多いな。そんな荷物、邪魔になるだけよ。私のものは何もないの。お世話になる寺院へのお土産。ユーナの旅、そんなんじゃないだろ。そっか、そうだよね。じゃあ出発。うん。ね、名残惜しそうだね。簡単な旅ではないんだ。で、ちょっと戻ってですね。これね、後々にしとくとするとちょっとめんどくさいんでね。結構後半まで取れなくなっちゃうから、この要素。まだ一度も召喚してないバルファーレのね、強化版の方の、必殺技みたいな感じですね。出やがったな。ブラタニティね、デザインもいいしさ、その剣試してみ。すごくいい剣なんだけど、とある理由で後半使えないんだよね。楽勝っすね。はい。ほーやるね。あいつのスピードについてくか。お前ガードになれっかもな。まあ一人一人のそのキャラクターの特徴にね関するチュートリアルですね。ああいうウルフ型の敵だったりとか、あとトンネル敵とかは回避率が高いから、まあそれぞれ回避、命中率の高いティーデやワッカに担当してもらうっていうことで、ワッカの方が命中が高いんだけど、まあティーデは飛んでなければね、飛んでない敵だったらある程度何でも対応できるよっていう感じだね。割と面倒なやつが出てきたな。大したことねっすよ。思うじゃん。ほらな、やつは魔法で倒した方がいいんだ。殴ってダメな魔物は苦手な属性の魔法で倒せばいい。魔法？属性？じゃあ黒魔導士様に手本を見せてもらおうか。ええ、頼む。何も知らないのね。先が思いやられるわ。はい。炎属性の魔物には氷属性の魔法が効くし、逆に氷属性の敵は炎属性の魔法が弱点。戦闘中なのにいろいろ教えてくれるね。目の前に魔物いるのに。雷と水はどうなってんだ。雷属性と水属性の関係も炎と氷と同じ。あいつは水属性の魔物だから弱点は。わかるでしょ。はい、ふざけなしでいきます。まあ今みたいに物理が通りにくい敵だったり弱点属性を持っている敵に関してはルールに任せようっていう感じだね。キャラクターごとにその得意な相手がいるんで、それに合わせて編成を変えていくっていう
戦闘中にもパーティー変えれるしね。よく見ておく。早く行こうぜ。少しの間待つ。は？もういいのか。うん。な、何？いろいろあんのさ。古い習慣でな、島を出る奴はこの遺跡に無事を祈っていく。あの日、チャップは祈らなかったんだ。船の時間に間に合わないってな。祈りましょう。よし、完璧。うん。では。あ、そうだ。せっかくだからね。いよいよね、こんなしょっぱな手に入る。結構長い期間この武器は使えると思うよ。来た。なんだよあいつ。キマリロンゾ、ロンゾ族の青年。魔物の技を覚えて使いこなす。そういう意味じゃなくて。あいつもユーナのガードさ。え？私たちにもよくわからないんだ。キマリってとっても無口だから。うん。でも私が子供の頃からずっと守ってくれてるの。はあ。なんかもらった。とりあえず道なりに進んでいきましょう。でかいのが来た。飛んでるやつはワッカの担当だろ。まあ間違っちゃねえけどよ。せっかくだ、紹介様にいいとこ見せてもらおうぜ。うん。バトル中の交代ね。切り替えて展示と初の実戦ってやつだ。一丁決めてくれ。修行の成果見せてちょうだい。頑張って。はい。よし、行くぞ。アルファーレ。まあ、召喚獣は非常に強力な力だけれども、まあ、この1体でね、戦闘することになっちゃうから、1体多数だとね、召喚獣といえども結構不利な状態な、状態になりやすいんで、1対1でなるべくこういうね、生身で戦うのは危険そうな相手と戦うときに、まあ、召喚していくと。
あとはなんか敵のねやべえ攻撃来るときとかのその壁役にしてみたりとか、こういう用途があるかな。ひたすらソニックウィング、バリアブルモード。あ、いいね。まあよくあるロールプレイングみたいに武器とか防具には攻撃力が特に設定されてなくて、アビリティがついてるだけなんですよね。でかいのが再登場かよ。よし、今度は俺が決める番だな。俺の技で暗闇にしてやる。はい、というわけでブラインアタック、こうしておくとね比較的安全に戦えますよっていう感じですか。ルール結構回避率高いんですよね。まあ当たったら一発で致命傷だけど。そろそろ解けるかな。よし、こうしてこうしてこうだね。まあいろいろキャラの育成とかもねしていかなければならないんだけど、とりあえず T だとワッカーをガンガン鍛えとけば基本的になんとかなるかな。ルールとかいうのは割と後回しでもどうにかなる。はい、という感じでね。でここまでが自分がねゲームを入れそびれてたっていう部分ですね。はい。なんかいろんなちょっといいデータがあるんですけども、こういうところまで進めて編集しようとして、あ、音入ってねえやっていうのがね、判明したっていうところで。はい。まあ、とりあえずね、これで一旦ね、一区切りにさせていただいて、次回船出になるわけですけれどもね、まあ、ここから本格的にファイナルファンタジー10の、冒険が始まっていくと思うと、まあ、心躍る部分もあると思いますけれどもね、まあ、その様子を楽しんでいただいて、最後までね、お付き合いいただければなというふうに思います。はい。多分、次回からはちゃんとね、音入ってると思うんで、確認した感じ入ってると思うんでね、大丈夫だと思います。はい。まあ、そんな感じで、ファイナルファンタジー10実況プレイのパート5、最後までお越しいただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てるなー。